キューピー3分クッキング、毎日の食卓でおなじみのキューピーマヨネーズの提供でお送りいたします。帰りなさい。キッチンです。二人で一緒にサラダを食べませんか。おいしい野菜にはいつもキューピードレッシング。皆さんこんにちは。今日は二品ご紹介します。両方とも非常に季節感があるんですけども、まずかきご飯と、はい、それからあと春菊を使ったのごまあえです。春菊も今のねちょうど冬野菜として、そうですね、取り合わせも非常に良くなります。はい、はい、今日のお料理はテキストこちらをご覧いただきます。29ページになります。かきご飯と春菊のごまあえのご紹介です。はい、じゃあ材料の方ご覧ください。まずかきですけど中くらいのものを用意します。それから油揚げと干し椎茸、ご飯に必要です。で塩とみりんと薄口醤油、かつおのだし汁、または昆布だしでもいいわけですね、はい、あと米が3カップです。こちらが春菊のごまえの春菊、あとだし、酒、薄口醤油に白ごま、ちょっと多めに使うと香りがいいです。そうですか、はい、じゃあまずねちょっと鍋いいですか、はい、こちらでね牡蠣の方の処理なんですけどね、このだしの一部をちょっとねこの鍋に取り出します。ご飯に使う出汁ですがその一部でもって、そうです、もちろん全部入れてもいいんですけど、はい、沸かすのに時間かかりますから、こうして一部をね取りましたらこれだけをまず火にかけておいてください。はい、はい、じゃあちょっとこちらいきます。はい、じゃあ今度はねその牡蠣の方ですけど、こちらは薄い塩水が作ってあります。で牡蠣入れましてね、ここでちょっとこっちいいですか、動かします。ここで軽くです、強く触らないです、はい、潰しちゃいけません。軽く触って、家で使われる時もね直接最初から流し水じゃなくて、まずこうしてボウルか鍋に塩水作りまして、こう洗った方がいいですね。あ、そうですか、はい、であとはねもう真水でさっと洗っていただければいいんですけど、こちらも真水です。今日はこちらのボウルで用意しました。これは真水ということで、お家では流し水で、そうですね、それこそ弱いちょっと、はい、流れで、そうですね、はい、それで結構です。はい、そしたらこれで一度ザルにね開けます。こう殻なんかが入りますとね、そうですね、ご飯が美味しくないですから、はい、ここでそういう殻とかも注意して、そうですね、はい、でその牡蠣をちょっとこちらください、はい、先ほど取り出しましただし汁がもう熱くなりかけてきてます。でここにこの牡蠣必ずこう熱い中に入れます。で軽くさばきます。で今日はね生食用の牡蠣使ってますから、はい、これでさっと一ゆででいいんですけど、もし加熱用の牡蠣でしたらしばらくここでね牡蠣に火を通してからでないと、スイッチが切れたご飯に牡蠣上に乗せるだけですから、はい、火の通りが心配ですので、そうですね、はい、加熱用の場合はここでねそうですね2分ぐらいやっぱりちょっと茹でていただきます、はい、生食用の場合はもうこのぐらいでいいでしょう、はいはい、で一度これをザルに開けまして、でこの牡蠣の今の茹で汁をね、はい、これからご飯を炊くときに使っていきます。もういい香りが、牡蠣の香りが移ってますね。で、今残りのだし汁がありますけど、これをねこの今の茹で汁をそれに合わせて3カップの米ですから3カップと3分の1ぐらいに測り直して、はい、で洗い米が今こちら入ってます、はい、3カップのお米です、はい、炊く1時間ぐらい前に洗っておいてください。でこの米の中に味付けで薄口醤油、はい、こちら大さじで2杯ですね、はい、みりんが入ります。大さじ1杯、塩が入ります。小さじで1杯です、はい、でここに椎茸戻して細かく切ったものと油揚げ、ね、同じように切って、はい、これも油抜きしなくて結構です、ね、このままで、でさっと混ぜ合わせて、で味ムラがないようにして、これでまだ三つ葉と牡蠣はねスイッチが切れてから入れるようにしますので、あ、そうですか、これでとりあえず自動炊飯器スイッチを押してください、はい、はい、じゃあその間に
もう一品ご紹介します、はい、ごまあえですね。春菊白ごまいったものを軽くすります。で香ばしくなりましたらここにだし汁と酒と、はい、お酒が大さじ1杯、だし汁大さじ3杯です、はい、みりんです、あの醤油ですね、薄口の醤油使っていますが小さじで1杯、はい、砂糖です、はい、お砂糖は小さじで2杯ですね、はい、で塩が少し入ります。でこれでねゴムベラか何かで混ぜるといいですね、はい、今日は本当ごまがたっぷりあるって感じですね。でもこのぐらいやっぱり入れるとね、はい、もっと本当は入れたいぐらいなんですけど、あ、そうなんですか、ね、美味しいです、はい、いい香りがしてきました。でここで茹でてねざく切りにした春菊、はい、もちろんそうですねよく絞った方がいいです、はい、場合によってはねあのセリとかねみつばね、それから普通のみつばでもいいと思います、はい、ほうれん草なんかもいいでしょう。そうですか、はい、はい、でこれを今日はね、はい、こちらまずごまえの方を盛りましょう。はい、そしてこちらに盛っておきます、はい、さあご飯の方ですね、はい、もうこれ三つ葉と、ね、牡蠣を入れて大体そうです、ね、5分ぐらい置いたものです、はいね、はい、でこれでさっと混ぜてこの時あの、まあ、牡蠣がね、どうしてもこう崩れやすいもんですから、はい、破らないようにこう混ぜて、そうですね、気をつけて混ぜて、でもちょうどあのふっくらと膨らんで美味しそうですね。そうですね、出来上がりました。ちょうどいい状態です。はい、これでご飯も出来上がりですね、はい、では2品分の材料です。まずご飯の方の牡蠣が16個、油揚げ2枚、干し椎茸4枚、だし汁カップ3杯半、薄口醤油大さじ2杯、塩が小さじ1杯、みりん大さじ1杯、米がカップ3杯、三つ葉少々です。ごまあえの春菊には白ごま大さじ4杯、薄口醤油小さじ1杯、塩が少々、酒大さじ1杯、砂糖小さじで2杯、だし汁大さじ3杯、春菊に使います塩が適宜ということです、はい、あの牡蠣ご飯は、まあ、もちろん薄口醤油じゃなくて普通の醤油でもいいんですけども、はい、あの香りが強いですから牡蠣の味を大事にするために、それと薄く仕上げた方が綺麗に見えますので、できたら薄口醤油、はい、で和え物の方はやっぱり余分な水分がない方がいいですから、はい、どんな野菜を使いましても必ずよく絞って冷めたものを合わせるといいです、本当この2品が食卓に、ね、出されますと季節感がたっぷりって感じですね。そうですね、はい、だからあとなんかちょっとした煮物と吸い物があれば十分だと思います、はい、わかりました。係ではただいまキューピー3分クッキングのテキスト C56月号からの購読申し込みを受け付けています。購読料は年間4冊お届けして2000円、テキストがお手元に届きましたら同封の振り替え用紙でお近くの郵便局からお振り込みください。ご希望の方ははがきに C56月号からとお書きの上、郵便番号 150-91東京都渋谷郵便局支所箱199号、キューピー3分クッキングテキスト係までお申し込みください。おところお名前には振り仮名と郵便番号をお忘れなく。締め切りは3月1日、テキストの発送は3月中旬の予定です。書店での取り扱いはいたしておりません、ご了承ください。また継続の方、1、2、3月号から申し込まれた方ははがきをお出しになる必要はございません。毎日の食卓でおなじみのキューピーマヨネーズの提供でお送りいたしました。